こんにちは。不安だわ。ブライアンはいい子だけど、ご家族の方がね。確かにお母さんはちょっと口うるさい人だけど、ブライアンは最高。ブライアン最高。私もそう思うわ。ただシェリーはずけずけ物を言う人に慣れてないから、プレッシャーにならないか心配なのよ。心配しないで、あの二人なら大丈夫だ。そうよね、あなたとシェリーは小学校から親友だもの。私よりあの子のこと分かってそうだわ。私のときはすごく気楽だと思うけど、ブライアンが最高だけど、母親は確かにないわよ。楽しみにしてるのよ。良い人でいることは簡単よ。誰でもできるはずだ。あの子が愛する人と結婚する、それだけで十分よ。希望を押し付ける気はないわ。嫁姑、何にもないかな。あ、悪霊いるじゃん、教会なのに。嘘でしょ。余裕で入ってきちゃってんじゃん、悪霊。こわ、悪霊いるじゃないですか。あれ、これ来る、こっち。こわ、うらー、あの悪霊いましたよ今。どうでもいい。17世紀にステイラムに移住してきた感謝祭の生みの親なのよ。ステイラムで唯一の家族に頑張れ、クレーマー対応するのもお前の仕事だ。鏡の奥になんか見える。あ、鏡じゃなかった。あれ？あれ？これ鏡？アクリオは今の一匹だけかな。どうかしたのか。いいえ、通常の点検作業ですよ。大きな積み込みが入り込むんです。閉じ込められたままいないか確認してるだけでいいから。閉じ込められるってね。誰に？長く付き合ってるように見えるからみんな勘違いするんだが、大学卒業後旅行先に出会ったんだ。私はアイルランド人の彼女を期待してたが、フューチュで出会った主人がボストン出身だった。はるばる海を越えて旅行した先で住む人に住んでる子に出会うだなんて、まさに奇跡だよ。これぞ運命というやつだ。出会うことも一生するためのことも決まってたんだ。なるふん。家族自慢してさあよくしゃべるおっさんだな。早くあっち行け。
君も仕事に苦労しているんだね。そっか、出張でさせられてんだな。みんな大変だな。あ、にゃんこに憑依できる。猫に憑依中、L を使いながら、L2 を流すとダッシュするよ。一部の足場にはダッシュしながら近づくと飛び乗れます。すげえ、猫になれた。わー、怖い、今なんか怖いね、いた。にゃーん、すげえ。テケ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 。こういうの見れんの。おー、すごい。ちゃんと猫の時でもこれできるんだ。あ、猫だからすり抜けられない。そりゃそうだ。うぃー。これはなんだ。あ、あの子だ。にゃーんって泣ける。これ乗って何の意味がある？これはじゃない、ゴートシミュレーターの次に出ると言われている猫シミュレーター。いち早く体験できる。これ猫になった意味あんのかな？これニャーンって言ってたら開けてくんないかな？ダメだこれ。俺はなぜ猫になったんだろう。猫になったでないとできないことってなんかあるんですか。一回ちょっと猫解除しましょう。なんかあったね。またノコギリ。選びにくい。よいしょ。あと3つ。多分にゃんこじゃないとできないことがあるんだよね、きっと。こういうとこなんかありそうだけどな。ないんだ。ないですね。上？エレベーターあるよ、この教会。すげえ。ああ、さっきのおばちゃんのところに来たのかな。あれ？エレベーターは上がるほかない。猫になって、このボタンを押すとか、そういうことかな。ちょっと体を借りますね。憑依、あれ、憑依っていきたい。猫、猫、あ、あれ？できない。どうすればいいんだろう。あっち行けって言われた。イエーイ、イエーイ。うぃー、ここ通っちゃうぜ。あ、なんかこっちにどんどん行ける。ん？あ、すごい。なんか、いろんな、どん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 進める。ここはおばちゃんたちがいる部屋か。あれ？今んとこしか方法ないかな。ここに降りるしかないっぽいですね。チーズ。猫でーす。横でめっちゃ泣いてるのに無視される。こっち？
さっきのなんか猫がぴょんぴょんって屋根裏から飛び降りてきたルートを逆に登るとかそういうこと？ててて。よいしょ。あ、何これ、猫すごい。猫こんなとこ登れんの？ すげえな。現実の猫をこんなのしてるの見たことないんですけど。木の上はね、あるけど。すげえ、猫シミュレーターだぜ。行くぞ。じゃーん。すげえ。チース。来たぜ。屋根裏に来ました。女の子いないな。あ、エレベーターだ。にゃんにゃん言ってみよう。開けてくんない。ちきしょう。憑依解除。言い方の問題なのかな。 そもそも霊体だからっていうのはあるけど。一応憑依してみましょうか。思念操作。標的、犯人の目的？合ってた。殺人犯を探してるんだ。そいつは1時間前に俺を殺して、もうちょっとで君も殺すとこだったんだぞ。見えるのか？聞こえてる？こんなについてることはないな。最高の助手が見つかったよ。なんで結局私までこうなるわけ？警察に協力してもいいことない。っていうか損ばっかりだよ。そうじゃない、私はあんたのパートナーでも仲間でもない。関係ない、いっつも利用されるだけ。お母さんがそんな感じだったんだ。よしよし、わかった。君は強い。でも奴にはかなわないぞ。奴の力を見てたろ、君は狙われてる。君の身内もだ。あいつに狙われた人間はまず助からないんだぞ。俺が奴を仕留められるよう協力してほしいんだ。質問に答えてくれるだけでいい。分かった。ごめん、あんたのおかげで助かったし、そのあんたそのせいで死んじゃったしね。質問は？犯人はなぜあんたを探していた？俺を殺した男は君の部屋に入っていったんだ。奴はなぜ君を探してたんだ？あいつはきっと母さんを探してたんだよ。私じゃなくて、私はいないのと一緒。母さんと二人でわざわざそうしてんの。目立ちたくない人間もいるの。ベルキラーはおそらく少女の母親を言っていたのだろう。彼女はなぜ狙われた？犯人を知ってるの？俺を殺した奴に見覚えはあったか？誰だか心当たりはないか？いくら手がかりゼロだからってその辺の人に犯人の正体聞いて回るってどういうこと？
そんなんだから解決できないんだよ。目撃者だから聞いてる。大体誰が君を助けてやったと思ってるんだ。あっそう、好きにすればどうでもいいし。君の母親はなぜ狙われる？母さんも見える人でも、母さんはその能力で人の役に立ってる。だけどそのせいで狙われたのかも。おふくろさんはどうだ？多分死んでる。あら、何も言わずにいなくなるなんて絶対ありえない。どこにいるか分かんないけど、いなくなったのは絶対ベルキラーのせいなんだ。今日あいつが来たのがその証拠。殺したなら奴はなぜ部屋に戻ってきた？知らない。やけになってもいいことはないぞ。それじゃあ君はなぜあの部屋にいたんだ？あそこに住んでんの。てか前に住んでた。 2,3 日前から母さんいなくなってさ。もともと留守がちだったけど、こんな急にいなくなるなんて初めてだよ。少女の母親の行方がここ数日わからないらしい。少女にも全く心当たりがないようだ。うん。人の役に立ってる。そう、ベルキラー事件の捜査に協力してたんだよ。知らない？霊能者の分析官。それが理由だろう。心当たりはない。アパートにこれがあったの。ベルキラーの手帳って書いてある。母さんの字だよ。ベルキラーの手帳。分析官だったなら事件について調べたことをメモしてあるかもな。警察署にあるだろう。マジで？少女の母親の置き手紙。少女の母親が残した置き手紙には、ベルキラー事件の手帳を警察署で探すようにと書いてある。あなたがこの手紙を見つけてくれることを祈ります。今すぐ逃げて、警察署で手帳を探しなさい。振り返ってはダメ。危険が迫っているの。出発前に、なんとかあなたを探すはお母さんより。逃げてって言ってるのに、手帳を取りに行ったって言ってるんですね。なんかその手帳が重要なもんなのかな。なんか、それ取りに行ったら余計関わっちゃいそうな感じがするけど。なぜあの部屋に住まない？あんたみたいな連中がしょっちゅう訪ねてくるから。家族と最後に一目合わせてほしいだの、問題を解決してほしいだの。母さんといたいけど、私は一箇所に長く住めない。あんたたちにすぐに見つかっちゃうから。俺のガキの頃と似てるな。気持ちはわかる。一人じゃ危険だ。誰か護衛がついた方がいい。警察は人探しの仕事だ。君を見つけたようにお父さんも見つける。これはもう君だけの問題じゃない。超無理。そりゃ確かに超無理。感謝してるけど、あんた助ける気ないし、助けもいらない。あった。じゃあね、頑張って。どうぞお元気。ちょっと、どういうんだ。ちょっと待て。頼むから、ちょっと待ってくれ。お袋さんにも関係あることなら俺たち協力すべきだ。協力？死んでるくせに何ができんの？一人でやるから、もう来ないでしょ！あ、なんだこれ。強烈な叫び。少女が大声で叫んだとき、彼はひどく混乱した。一体何が起きた？なんか攻撃持ってるんだ。にゃんこまだいるかな。目撃者を追う。目撃者を失うわけにいかない。ベルキラーを追うにはあの子の助けが必要だ。にゃんこいる？あ、いたいた。にゃんこいた。
ちょっと待ってね、にゃんこさん。ちょっとここは漁らせてね。お、なんかあった。あと2個か。怖い怖い。お、なんか可視化するだって。お、なにこれ。健全な魂こそが危険の餌食となり得る。あれ、俺最初のマップのあの壁のやつも採取できたのかな。失敗したな。まあいいか。よし、にゃんこタクシーに乗って外出ますか。にゃんこタクシー。ごめんね。ちょっと体借りますよ。あれ、さっきこんな子いなかったよね。小切り見つけちゃった。あと1個か。あと1個って言われると何か見つけたいね。でも一周したよね、もう結構。ここも来たしね。入り口こっちだっけ？おおお。そうだ。神父様を使わないといけないんだった。ないかな、もう一個。どこだろう。つけたいけど。ないかな。やべえ、神父様は掃除やめちゃったから出れない。どうしよう。あ、ポルターガイストができる。オブジェクトにポルターガイストして生きてる人を操ることができます。ポルターガイスト。あ、神父様見に来た。チャンス。神父さんは全く見えないんだな。解除。なるべく見つけたいけど、なんかそれを探し回ってる時間ももったいないので。お、やべえ、悪霊湧いてる。ちっきしょう。なんだこれ。混乱させる。
オブジェクトの中には作動させると悪霊を混乱させるものがあります。混乱して注意をそらされた悪霊は近くを通っても気づきません。へえ、カロスを使って悪霊を混乱させてください。めっちゃ悪霊いっぱいいるんだけど。避難しながら悪霊を混乱させるオブジェクトに近づきましょう。行くぞ。カラス。あ、から混乱した。オッケー。これで、うらードーン。悪霊さんには不利になる一方だな。もうちょい。これでどうだ。あ、来た来た。混乱っていうか、なんかタウントされる感じだね。あ、この上って言ってないよね、確か。そういや。トゥートゥ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 。なんかあるな、あそこに。どうやって行くんだろう。逆かな。あ、くそ、いけねえ。あ、落ちた。どうやって上行くんだろう。すげえ気になる。すげえ気になるぞ。どうやって行くんだ。こっちから正面突破ではいけないのかな。いやー、マジか、あそこ行きたい。お、お、お、行けそう、行けそう。行けた。なんだこれ。消失した牧師館の名盤だって。この付近にあった最初の聖ベネディクト牧師館は1901年の火災で消失した。あー、なるほど。なんか俺の思ってたのと違いました。もう一個ノコギリ見つけたかったけど、ちょっと見つかんないかな。ちょっとね、一周普通にサクッとやるのは、あんまりやり込みのプレイじゃなくて、スルスルとやっていこうと思うので、しょうがないですが、いっちゃいますね。よし。どこ行った。警察署か。どうする。このニャンコめっちゃ助けてくれる。なあ、あの子どこ行った。あ、怒ってる。これこれ、手紙です。今すぐ逃げて警察署で手帳を探しなさい。少女は母親の手帳を探すため警察署に向かったはずだ。
例の手帳を盗みに警察署へ行ったんだな。まったく無茶するな。おふくろさんは警察の協力者だとさ。嫌われた。なんだよ、冷たいな。まったく。死ぬ瞬間にタバコを加えてたからタバコ吸えてんのかな。俺も死ぬ時大好きなアイスとか握りしめて死のう。アイス食い放題になるわ。よし、これで一旦教会攻略編は終わりですかね。ではここで一回動画を区切って、次回は警察署編をやります。はい、見てくださってありがとうございました。バイバーイ。